7日の中京 4R、2歳新馬戦、ダート1800メートル、は岩田望美騎乗で3番人気のトリポリタニア、オス、ウエムラ、が早め先頭から押し切ってデビュー勝ち。走破タイムは1分55秒4、よし。新種ボバルバンス、レーブにとって、これが3区の JRA 初勝利となった。序盤は外目の5から6番手を追走。 前半5波論66秒2のスローペースの中、向こう上面で積極的に手綱を動かして鼻に立つと、最後は余力を残したまま後続を三馬新半突き放した。安状の岩田望は、スローペースで思い切ってまくりました。馬のリズムでいけた分、直線でも足を使えました。余力がありますし、これから良くなってくると思いますとパートナーを称えた。自走は未定。